やっほー、 RKK の休憩室管理人のルックです。こんばんは。では早速企画の方に行きたいと思います。今回はウルトラソウルをお家に持ってきてトークしろ、ウルトラソウル漫談選手権という企画だそうです。どういうことかなちょっとよくわかんないんですけども、とりあえず見てみましょう。 VTR いってらっしゃい。さあ今回の企画はウルトラトーク選手権。ウルトラトーク選手権とは、番組のロケに行く移動中の車内で我々が行っていた遊び。ビーズのウルトラソウルの曲をかけて漫談。サビのラスト、ウルトラソウルのフレーズをいかにオチで持ってくるかを競う。なかなか難くないかそれ。まあそうですね、タイミングとかありますしね、だってウルトラソウルを聴きながらトークもしなきゃいけない。そういうことです。でもうすぐ来るぞのところでそのオチ的な言葉を持っていかなきゃいけない。あ、ウルトラトーソウルって言わなきゃいけない。ウルトラトークって言っちゃダメだもんね。ウルトラソウルとかね。あれよ、九州でやっててここだけよ。何ですか？バラエティよかったね。これはもうマストになってきてる。そうですね、毎回やるのやめようよ。もうこれこれで5秒使いますよ。番組自体の尺も限られてるここやらなくていいの、はい、そう、坂井さんちょっと言っとかなきゃいけなかったことが1個あったんですけど、この番組、うん、6分番組だったじゃないですか。はいはい、4分になりました。やらない、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 やらない。今回も例によって尺の都合上4人のうち面白かった1人だけオンエア。じゃあ早速トークテーマはどうしましょうか。トークテーマ、うん、ね、まあね、芸人4人も集まってますからね、はいはい、そういう、まあ、まあ大きなことにしてるんだったら芸人人生で、はい、一番胸が熱くなった時の話。あ、なるほど、ね、曲にも合ってるね、まあ、テンション上がる方がいいから、うん、確かにそう、持ってきやすい、あのテンションでやっぱり決めた方が、そうそう、ね、一番気持ちいいですから芸人人生で一番、うん、はいはい、興奮した日ね、うん、はい、OKOK、okay, okay、それでは行こう。見事放送権を勝ち取ったのはこの人。成谷さん、ウルトラトーク用意スタート。僕結婚したんですよ。でもう結婚したのがもう2018年4年前か、はい、でまあその出会ったきっかけっていうのが熊本で、ね、鶴屋っていうデパートがあるんですけど、その鶴屋の営業があって、その時同期のスリムクラブと一緒だったんですよね。で、空き時間に前田さんと僕でちょっとうろうろしたんですよ、デパートで。前田さんが化粧品会社のとこで今日飲み行かないって言って言ったら、で、そこにいいよってなって、で、その女性が連れてきたのが今の奥さんなんですよ。で、4人で飲み行って、奥さんと本当に意気投合して、あれ俺この人と結婚するんじゃないかっていう、やっぱそのビビビとかあるって言うじゃないですか、あ、このことなんだと思って、で、そこから二次会行って、で、2人でまたずっと話してて、で、その後にまた三次会まで行ったんですかね。で、三次会の後にホテル行ってウルトラソウル。3次会の後にホテル行ってウルトラソウルしちゃったってこと？あらー、その意味？まあ、ビビビッと来てね、やっぱその結婚したからね、もう。そうですね。だから別にもうこれはもう恥ずかしい話じゃないですよ。うんうんうん、ここでね、そのワンナイトとかやったらもうダメですけど、うんうん、結婚してますから。ウルトラソウルがあったからこそ結婚したんですね。そうそうですね。はい、ウルトラソウル婚や。ウルトラソウル婚初めての。初めての。あれちょっとこれもしかしてネタ切れしてます？まあでもね、たまにはね、こんなちょっとわけわかんないかなっていう企画もいいんじゃないかなと思います。ということで今週はここまで。また来週、バイバーイ。